白い梅を描いた七宝の花瓶、その背景に広がる透き通った深い赤。明治の日本が生み出し、最高級のルビーに引けを取らないと欧米で絶賛されました。現代でも作るのが極めて困難な幻の赤です。特別です。引き込まれていくような色の深みが、こう光が当たった時にですね、その場面場面で違う表情を見せてくれるんですよ、赤が。スイス・ジュネーブに眠る1000点以上もの明治の美術工芸品、オーナーのナセル・デビッド・ハリリさんから初めて本格的な撮影が許可されました。コレクションの中で最も色鮮やかなのが七宝です。それは金属とガラスでできた焼き物。40年をかけて集められた最高級の作品は宝石のような輝きを放ちます。七宝は明治の日本で劇的な進化を遂げ、短期間で世界の最高峰を極めました。その多くは外国向けに作られたため、日本ではなかなか見ることができません。1880年から1910年、日本の30年間を私たちは七宝のゴールデンエイジと呼んでいます。次々に傑作が生まれたからです。明治の七宝の魅力は、職人たちが気の遠くなるような試行錯誤の末に生み出した多彩な色。その中で最も色を出すのが難しいと言われるのが赤透けと呼ばれる透き通った赤です。現代の技術でもこの色だけはコントロールすることはできません。赤の決め手となるのは、なんとごく小さな微粒子でした。最先端のナノテクで秘密を解き明かします。ゴールデンエイジと称えられた明治七宝の30年、幻の赤はどのようにして生まれたのか。今宵もハリリコレクションの極上の名品から、知られざる日本の美と技をご堪能いただきましょう。スイス、ジュネーブ。世界最大の明治の傑作コレクションはこの町に保管されています。運ばれてくる木箱、明治期に作られた七宝の最高傑作が眠っています。七宝のコレクションは250点ほど。その多くは今回初めて公開されます。咲き誇る大きな菊、それを包み込むようなエメラルドグリーン、明治30年頃に作られた花瓶です。この宝石のような輝き。七宝は陶磁器とは違い、金属の表面に釉薬というガラス質の発色剤を焼き付けて作ります。光の加減で微妙に変化する緑、釉薬の光沢を計算し尽くした表現です。直径が1メートル近くもある大皿、まるで絵の具で描いたかのような花々の美しいグラデーション。この皿は
明治期七宝の一大産地だった愛知県で作られました。愛知の七宝は尾張七宝と呼ばれ、世界で高い人気を誇りました。作品を食い入るように見つめるのは加藤義郎さん、32歳、名古屋で七宝作りを受け継ぐ工房の3代目です。明治の尾張七宝の技に強い関心を寄せてきました。よくやったなと思いますね、やっぱり。もうどれだけの手間がかかってたかのことも、もう想像がつかない世界ですね。高さ23センチ、尾張七宝の香炉です。艶やかな濃い紺色の地に、桜の木や鳥、花や鳥の大きさは1センチ足らず、その輪郭は金や銀の線を使って描かれます。線の幅は細いところで 0.01 ミリ。そして線に仕切られた小さな隙間に釉薬を刺して細かく着色しています。こういう細かいその花びら同士、枝同士、この葉の部分の中もそうですし、全部その無数にあるわけですね。細かい隙間というのが本当に1ミリっていうような空間でも大きいぐらいですから、もう針先でもって釉薬を、取ってですね、この囲まれた中に差し込んでいくと気が遠くなりますね。こちらは不思議な風合いの花瓶。一見花瓶が網で包まれているかのようです。池の中の鯉が網にかかったのでしょうか。よく見ると網の模様は白い釉薬で描かれています。なんとも遊び心あふれる作品です。網の目は花瓶の太い部分では大きく、くびれた部分では小さく、凝った作りです。明治の職人の意気込みが伝わってきます。全然その一つのところにとどまらないというか、何でもやっているというか、世界にどうだと言わんばかりのものを作って、見せていってる、そういうものづくりですよね。ですから全く手も抜かずに、できる限りのことをして、それぞれがもう挑戦だったと思うんですけど、加藤さんが特に驚いたのは明治の作品の多彩な色の技でした。中でも加藤さんが最も注目した色がありました。満開の梅が描かれた花瓶です。地の色を見てください。引き込まれるように深く透き通った赤、赤透けと呼ばれています。欧米では最高級のルビーと同じピジョンブラッドの名で大人気となりました。赤透けの釉薬は
今から130年ほど前の明治期、尾張の職人が生み出しました。七宝ではそれまで出すことができなかった究極の赤でした。加藤さんの家では工房を始めた祖父の代から赤助の作品に最も力を入れています。本当になんかご先祖様に会ったような気分になってきましたけどそれだけでなんか嬉しくなってしまうんですけど、あ、こんな時代からあったんだと。それを今でもまだ作ってますよと。作る背景は変わってもやっぱり世の中の人に受け入れられるものっていうのは残るものは残っていくという、それが嬉しいですよね。作者は安藤十兵衛、明治の尾張七宝をリードした人物です。色に対するこだわりは人並み外れて強く、優れた作品を次々に生み出しました。難しいとされた赤助も得意としていました。安藤の作品は当時欧米で絶大な人気を博しました。世界中の美術工芸品を集めたロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館。ここでもその作品は特別です。このケースは安藤十兵衛の作品のためだけに当てられています。安藤の工房のラベルも展示しました。西洋で非常に人気があったので、日本語だけでなく英語でも書かれていますね。形、デザイン、そして色、作品を見ると安藤が一つの作風にとどまらず多彩な技に挑戦していたことがわかります。安藤は日本の中でも最も革新的な七宝家の一人でした。極めて優れた技量で新しい色や斬新な技を生み出したのです。中でも安藤が得意としていた赤助、それはどのように生み出されるのでしょうか。名古屋に七宝職人加藤さんの工房があります。加藤さんの祖父が60年前に開きました。今5人の職人が腕を振るっています。加藤さんは3代目。大学のデザイン科で学び、七宝の道に入って7年です。七宝は陶磁器とは全く違う素材で作られます。素地は土ではなく銅などの金属です。これを鯛と言います。鯛に描いた下絵に合わせて金属の線を置いていきます。そこに刺すのが色を出す釉薬です。ガラス質の原料を粉状にしたものです。釉薬は線で囲まれた部分に刺していきます。線が釉薬と釉薬を仕切る役割を果たします。これを焼き上げ表面を磨いて完成です。もちろんこれだけではないんですけども、加藤さんが最も難しいと感じているのは釉薬作りです。釉薬はその工房の命ともいえる存在です。工房ごとに独自の釉薬を持ち、多くは秘伝です。中でも加藤さんの工房では代々安藤十兵衛が得意とした赤助に力を入れてきました。
秘伝とされる釉薬の調合、特別に見せてもらいました。加藤さんの工房では祖父が考案した調合を三代にわたり守り伝えてきました。釉薬の主な原料は珪石や硝石です。これらを混ぜ合わせ基本原料を作ります。このオレンジ色の粉が基本原料。高温で溶かすと無色透明なガラスになり光沢を生みます。しかしこれだけでは色は出せません。そこで加えるのが金属です。それをおよそ1300度で熱すると二酸化マンガンは紫、酸化コバルトは紺色といったように金属ごとに違った色のガラスができます。これを粉状にしたものが釉薬です。では赤スケの赤を作り出すにはどんな金属を加えるのでしょうか。赤スケはですね、実はこちらなんです。何を金属入れるかっていうと、これ金です。まあいろいろ金属混ぜ合わせたらどうなるかっていうのは昔の方たちがいっぱいテストをしてたと思うんですけど、そんな中で誰かが金入れたらどうなんだっていう話になったのかわかんないですけども、まあ最初にやった方っていうのは勇気のある方ですよね。赤スケの赤は単純に金を入れればできるものではありません。加藤さん自身、この理想の赤を生むのに今も失敗の連続だと言います。工房の隅に積まれた木箱が困難を物語ります。箱につけられた罰印、すべて赤スケを作ろうとして失敗したものです。これなんかですね、これが同じことをした状態なんですが、全く色がつかなかったんですね。同じ調合で作ったにもかかわらず、全く発色しなかった失敗作。こちらはなんと、青になってしまいました。こちらは赤の中に青や紫が混じり、使い物になりません。同じように作業をしても、理想の赤を作り出すのは極めて難しいと言います。どうすれば赤を安定して作れるのか。加藤さんが研究したのは、加える金の量でした。金は原料全体の中でほんのわずかだと言います。基本原料だけでだいたい27キロとかぐらいになるんですね。その中で、その中の金の量というのは、まあうちの場合で言うとおよそ3グラムから4グラム、範囲が違いますね。27キロに対してわずか4グラムっていう感じなので、加藤さんは金の量を 0.1 グラム単位で変え、発色を調べました。金の量、これの時は 3.3 グラム入れた場合が濃い紫色になった。それから 3.2 グラム入れた時、ものの方が薄い紫色、若干紺が入ってる、あと曇りもあると。まあ失敗です、どちらも。また、原料を熱する炉の温度や加熱する時間など条件も少しずつ変えて試しました。しかしこれだけ研究しても赤がきれいに出たのは10回のうちたった2回でした。
そこら辺の複合的な金の量 0.1 グラムの違いであったりとか、時間のその、まあ、20分30分10分20分の違いのズレ、温度の、まあ、10度20度30度ぐらいなのか、正直つかみかねてる部分があるんですけども、それぐらいのその条件の微妙な差によって発色が全然違うものになってしまう。今僕らがこう色が出せずに苦労するっていうのは、先人に何をやってるんだと言われるようなことなのかもしれないんですけど、あれほどすごいその技術でもってあの作品を完成させていた、そういう流れの中で僕らが今生きてるわけなので、確かに時代背景ですとかその背景にあるものは違ってるんですけども、まあ一個人としてはやっぱり負けられないっていうのも思いましたし、まあ恥じない、先人に恥じないような終わり七宝っていうのを作っていきたいなとは思いましたね、強く。赤助を得意とした安藤十兵衛、その真骨頂は赤をはじめさまざまな色彩の表現にありました。ハリリコレクションから安藤がいかに釉薬を自在に扱ったかがうかがえます。梅の花が鮮やかな青に映える花瓶、青い背景と白い花のコントラストが印象的な作品です。よく見ると白い花びらの部分がかすかに盛り上がっています。それが鮮烈な白をより強調しています。釉薬を高く盛り上げることで立体感を出す技法、盛り上げ七宝と呼ばれ安藤の工房が発明しました。釉薬を固めにし盛り上げた部分が崩れないよう細心の注意を必要とします。藤の花の踏み箱です。淡い紫や緑が織りなす絶妙なグラデーション、七宝ではこのような箱型の作品は極めて難しいと言われています。焼いた時に素地の金属が微妙に膨らむため上下の形をピタリと合わせるのが困難なのです。この作品には菊の紋章が施されています。安藤が当時の宮内省に収めた作品です。外国からの賓客に贈呈されたものと考えられます。色彩を極めた技と芸術性で安藤の七宝は日本を代表するものとして認められていました。安藤十兵衛とはどんな人物だったのか。今も名古屋に安藤の工房が残っています。現在は9人の職人が七宝作りに励んでいます。これ桜井さん、ね、そうですね、はいはい、これ昭和20年代のですから23年、22、23年、はい、ですから60年以上ここで働いていた元職人の桜井鶴也さん87歳です。ものすごい 手先器用なんですよ。ですからね、あのお前どうだ、七宝の職人にならんかと言って、十兵衛さんにあの引っ張り込まれたわけですね、七宝業界へ。だからね、本当にね、桜井さんは職人になったばかりの頃、当時70代だった安藤十兵衛に直接指導を受けたといいます。もうこれは感じは随分厳しかったみたいね。厳しかったんですよ。もう少しここで来いって言ったらね、来いって
でもその中にもうクーッとこう腹こらえきれんから咳ついてクーッてこうやって、それで一発で大きな声でブリッてこうやって、それでスッとしてある、こだわりがすごいってことですか。こだわりがすごいですよね、これで自分で納得いけばそれです。いかない、行くまでもう突っ込んできますもん。安藤十兵衛は1876年名古屋に生まれました。家は江戸時代から続くキセル商でしたが、十兵衛の兄が当時人気の出始めた七宝作りに乗り出しました。20代半ば、兄の後押しでイギリスへ。当時は珍しかった留学です。2年間西洋の文化や美術工芸の知識を吸収しました。帰国後、兄の始めた七宝工房を任され、20人ほどいた職人を率いることになります。十兵衛は作品のアイデアやデザインを立案する、いわばプロデューサー的な役割を担いました。特に色彩への関心はただならぬものでした。晩年の十兵衛にこんなエピソードがあります。旅先の宿でのこと。おかみさんがこうやってお茶を持ってきたんだよね。こうしたところがね、ずっとってお茶のこの急須ですよね、上にトルコブルーのきれいな色がこうつまみについてるんで、最初トルコブルーをもう食ってみて、お茶はうまいまずいは別だわね、もう器もないもんね、トルコブルーっていうその色にもう頭が集中して、急須はどうでもいいんですよ、蓋についてるそのつまみのブルーが欲しいんです。ほんでおかみさんと交渉したら、とんでもございません、これの蓋だけ持ってたらこっち使うことになりませんから、どうぞ持ってってくださいって言って。またこんなこともありました。ある日、畑のそばを通りかかった十兵衛、トウモロコシを見つけて桜井さんにすぐもらってくるようにと命じます。もらってきて、大事なところで顔をこうめくってね、これでこう置いて髪の上にね、中の黄色いイエローのこの実のね、取って並べていくわけです。こう順番に置いていくわけです。このトウモロコシの形のね、色具合、このグラデーション、こう色の順番をこう頭の中へ覚えていくような風ですよね。でトウモロコシも一つのトウモロコシだけど、はい、いろんな粒があって一つのトウモロコシになってるわけです。一つずつ全部出してみてこういう色の粒もあればこういう色の粒もある、はい、でそのものが全部集まるとこうなるのか。そうなるんですよ。全てがそういう自分でこう見たものを取ってきてこう研究して一つのものにして頭の中で考える、あこういうもんだ、これはこういうのに作ったら面白いなとか、そういう発想がものすごい素晴らしい人だったんですよね、アイデアなんかのね。70を超えてもなお色彩の研究に余念がなかった安藤十兵衛、世界の頂点を極めたその作品が生まれるまでには七宝の長い歴史がありました。七宝は古代の中近東で生まれ、日本にはシルクロードを経てもたらされたと考えられています。奈良正倉院には8世紀頃に作られたとされる鏡が残されています。花の模様をかたどった鏡の裏側が七宝で作られています。それから1000年以上もの間、七宝は主に室内装飾の一部として作られていました。襖の引き手や釘隠しなど用途は限られ、色の数もあまり多くはありませんでした。そんな七宝に変革をもたらしたのが江戸時代末期の尾張藩士梶常吉です。梶はオランダ船が運んできた皿が全て七宝でできているのに興味を持ちました。自ら買い上げ、壊して作りを調べたといいます。
名古屋にある火事の菩提寺。ここに火事の作った記念すべき作品が残されています。まあ、伝え聞いてるところでは、七宝焼きを完成させて、技法を完成させて、初めに作られたと言われている香炉ですね。幕末、火事が最初に完成させたと言われる香炉。この頃の釉薬はまだ艶がなく、泥七宝と呼ばれています。しかしそれまで襖の引き手など装飾の一部でしかなかった七宝がそれ自体独立した作品になったのです。火事の七宝の技は近郊の人々に広まりました。海女市七宝町、今日に至るまで日本の七宝生産の中心地です。最盛期には150もの工房が軒を連ねていました。幕末、この地域の人たちは火事に弟子入りし、積極的に七宝作りの技術を学びました。当時七宝は物珍しく高く売れたのです。やがて七宝作りを専門とする職人たちが登場します。こうして尾張七宝の基礎が形作られました。明治に入ると西洋の科学知識が導入され、釉薬が改良されていきます。より色鮮やかな作品が生み出され、七宝は飛躍的な発展を遂げました。当時工業化が遅れていた日本は外貨を獲得するため、優れた七宝を欧米に売り込みます。次々に傑作が生まれた1880年から1910年、日本の30年間を西洋では七宝のゴールデンエイジと呼んでいます。洗練されたデザイン、緻密な仕事ぶり、そして鮮やかな色、七宝は芸術そのものなのです。そのゴールデンエイジの後半に登場したのが安藤十兵衛でした。安藤がその名を世界に知らしめるきっかけがありました。当時欧米で盛んに開催された万国博覧会です。明治政府は日本の輸出の主力、美術工芸品を宣伝する絶好の機会として海外の博覧会に力を入れていました。そこに積極的に参加したのが安藤でした。外国生活の経験があった安藤は、博覧会が七宝のアピールに有効だと見抜いていました。自らも会場に乗り込み宣伝に努めます。会場には独自のブースまで作って自信作を展示、販売に結びつけました。安藤はどのような作品を博覧会に出したのか。ロンドンの古美術商を訪ねました。Good morning. Welcome to the gallery. 明治の工芸品を専門に扱うマルコム・フェアリーさんです。欧米には明治の七宝の熱狂的なコレクターが何人も存在するといいます。安藤の七宝も人気の的です。マルコムさんはハリビコレクションの作品収集にも協力してきました。
博覧会に出品された七宝は重点的に探しています。特に質の良い作品が集まったからです。これは1910年に開催された日英博覧会のカタログです。安藤の作品でこれは特に最高級のものです。美しい形、繊細な作り、そして何といっても色彩が抜群です。この作品は今ハリリさんのコレクションにありますよ。実際はどんな色をしているのでしょうか。富士山と松林、あえて色の数を抑え水墨画のような風合いに仕上げています。富士山を見てください。絵柄を縁取っているはずの金属線がありません。これは無線七宝という技法です。無線七宝は東京の七宝家が開発しました。釉薬を刺した後に金属の線を抜き取る高度な技です。輪郭がぼやけるため絵に水墨画のようなおぼろげな質感を与えます。富士山を無線にしてかすませ、手前の松林は線で輪郭をはっきり描く、そのコントラストが絶賛されました。博覧会で七宝はセンセーションを巻き起こしました。まるで月の石がやってきたかのような熱狂でした。ロイヤルファミリーから中産階級までこぞって七宝を買い求めたのです。安藤の作品は博覧会のたびに大きな賞を獲得します。ミラノではグランプリを、シアトルでは金賞を獲得。安藤十兵衛の名は世界に轟き渡りました。七宝職人加藤さんの工房です。加藤さんは赤助の原料の調合を始めました。赤の発色の決め手となる金を刻みます。今回27キロの原料に対し金は 3.5 グラムにしました。これまでの研究の結果から加藤さんが割り出した数値です。これで 3.5 ですね。加藤さんがその違いを研究していた 0.1 グラムとはこれくらいの量です。これが 0.1 グラム本当にかけらを数えれる程度ですね。これが 0.1 減っても発色しなくなるパターンだってありますし、もう非常に繊細なんです赤は。細かく刻んだ金を塩酸と硝酸を混ぜた黄水と呼ばれる液体に入れ、一昼夜かけて溶かします。金を溶かし込んだ液体を基本原料に投入します。加藤さんはほんのわずかな量の金が原料全体にまんべんなく行き渡るよう丁寧に混ぜていきます。過去の失敗から学んだポイントです。
例えばここら辺にすごく塊で残ってたとしたら、そのごく微量数グラムしか入ってないもののうち の, 何割も一部分に固まってしまうということが起こり得るので、その可能性を少しでも減らすためにはこうやってダマになっているものを潰しながら。果たして理想の赤が出るのか、不安と戦いながらの作業です。どうして赤が出たり出なかったりするのか。最新の設備を持つ研究所に赤が出た釉薬と発色に失敗した釉薬を持ち込み、成分を比べてみることにしました。まず赤が出た釉薬です。この特殊な電子顕微鏡で拡大していきます。今2万倍になっています。もう少し倍率を上げてみましょうか。5万倍を超えたところであるものが現れました。こちらが5万7千倍での組織の写真になります。細かい粒が見えてきましたね。サイズはおよそ10ナノメーターぐらいです。10ナノメートルとは1ミリの10万分の1の長さです。このごく小さな粒が金の粒子なのです。実は金はその粒子のサイズによって違う色に見えるのだといいます。金の微粒子というものは、その粒子のサイズに応じて色を変えることが、発色するの色を変えることができます。で、10ナノメーターぐらいの金の微粒子は一般に赤色を発色するということが知られています。極端な話、金が大きくなれば金色になりますし、小さすぎると何も色を発色しないということになります。では次に赤に発色しなかった釉薬を観察します。同じように拡大していきますが、金の粒子は見当たりません。赤に発色するかしないかは10ナノメートルの金の粒子があるかないかの差だったのです。発色しなかった釉薬の中の金はどこかに偏って存在しているか、粒子のサイズが10ナノメートルよりも小さいと考えられます。金の粒子が10ナノメートルになるかどうかは、金の分量や混ぜ方、熱する温度といった条件が複雑に関係していると言われています。しかしはっきりしたことはまだ解明されていません。伝統工芸で昔からこういうことをやられているかと思うんですが、本当に最先端のナノテクに匹敵するような技術を持っていると思います。ハリリコレクションに尻尾のイメージを覆す作品がありました。ステンドグラスのような透き通った花瓶、実はこれも尻尾です。普通の尻尾と比べると違いは一目瞭然。向かって左の尻尾は内側に灯したランプの光を通しています。透き通った色が実に柔らかです。この尻尾はなんと素地である金属の鯛がありません。鯛を取ってしまうことから小鯛尻尾と呼ばれています。ガラス質の釉薬と金属線だけが残るため透き通った仕上がりになり、西洋ではランプシェードとしても使われました。
この技法はもともとヨーロッパで考案されたものでした。パリの万博で見た安藤十兵衛がその新たな色彩の表現に衝撃を受け日本に持ち帰ったといいます。安藤は帰国後早速研究を開始、たちまちその名手となり他の尾張七宝の工房に技法を広めました。正体七宝はどのようにして作られるのでしょうか。安藤の名を受け継ぐ工房で見せてもらいました。金属の線を置き釉薬を刺して焼き上げるところまでは普通の七宝と同じです。ここで表面にビニール樹脂系の塗料を塗ります。塗料は固まると白い膜になります。これを塩化第二鉄の溶液に浸します。この溶液が内側の金属を溶かします。白い膜は表面の釉薬が溶液によって傷つかないように保護するためでした。支えとなる金属が溶けていくためガラス質の釉薬はちょっとしたことでひびが入ってしまいます。1時間に一度尻尾を引き上げ内側の金属を洗います。金属の体が少し溶けています。6時間後体はすっかり溶けてなくなりました。表面を覆った白い膜を取って完成です。ところが、くそ、入っとる？入ってますね。入っとる？わずか数ミリですが、ひびが入っていました。正体七宝は少しの衝撃や温度変化で傷つくデリケートなものです。これも一つ入ってる。ちっちゃいんだけどね。今回は7つ作った作品すべてにひびが入ってしまいました。現代の一流の職人の腕をもってしても正体七宝を作るのは至難の業だといいます。七宝を携わって半世紀ぐらい二人と経ってるんですけど、こと正体七宝に関してはまだやはり、まあ、もう少し勉強しなくちゃいけない部分が多いということですね。明治の時代の方の努力というだかね、大したもんですね。明治の職人たちは気の遠くなるような試行錯誤によって超絶技巧の一つ一つを完成させていったのです。究極の技に挑み続けた明治のものづくり、安藤十兵衛たちがリードした日本の七宝はガラスと金属の芸術として世界の最高峰を極めました。ハリリコレクションの七宝はそんなゴールデンエイジの職人たちの技の結晶です。時を経ても変わらない、明治の七宝は永遠の価値を持っています。永遠のね。それは七宝の美が革新的なものだったからです。時を経ても輝きを失わないのです。しかしゴールデンエイジは終焉を迎えます。
第一次世界大戦です。欧米の美術品市場が打撃を受け、日本の七宝は買い手を失います。そして第二次大戦、国中が金属の供出を求められ、七宝業界は原材料が全く手に入らなくなりました。空襲で明治以来安藤十兵衛が築き上げてきた店や工房も焼け落ちました。終戦の時68歳になっていた安藤、戦後は残された時間を七宝業界の復興に費やしました。七宝に生涯をかけ、世界にその名を轟かせた安藤十兵衛、晩年よく口にしていた言葉があります。文化芸術に国境なし。安藤十兵衛は76歳でこの世を去ります。あの28年の昭和28年の4月24日です。はい、これで亡くなったのが午後の6時です。もうずっとこう今見ていてもああいう方は見当たりません。はい、本当に私はいい時に生まれて出会ったと心の中でも感謝しています。七宝職人の加藤さん、調合した原料が赤く出るかどうか見極める日が来ました。ここに原料を高温で溶かす特別な炉があります。七宝業者が共同で使っています。自分の工房で調合してきた原料を炉に投入します。中は1300度近く。この炉を稼働させるには多額のコストがかかるため、釉薬作りは年に2回しかできません。5時間半後、釉薬を出して水で冷やします。この時点ではまだ釉薬は透明です。釉薬を工房に持ち帰ります。これを再び工房の釜で加熱します。この加熱によって赤が出るか出ないかが初めて判明するのです。600度で1時間。じゃあ出します。失敗するとあと半年は新しい釉薬を作れません。赤助を主力としてきた工房の命運がかかっています。さてどうでしょうか。色が出てますね。一気に、ああだいぶ濃い、持てますね。あ、赤です紺よりでもなく赤です。美しく発色した赤助の釉薬、追い求めてきた幻の赤です。ほっとしました。その一言ですね先駆者として、まず第一人者として作った人たちがいるわけですから、
誰の真似でもなく自分で自ら考え出してやってきたっていうのに、もう驚嘆の一言しかなかったですね。驚き。やはり作り手としてはものすごく刺激にもなりましたし、それが可能だった世界に少しでも近づきたいっていう思いがちょっと出ましたよね。まあ一筋縄ではいかないですけども、膨大な失敗の果ての成功、先人が作り上げた究極の技を受け継いでいく七宝作りは、今も毎回が挑戦です。安藤十兵衛作赤透け花瓶、世界を驚嘆させた幻の赤は、日本の七宝だけがたどり着いたかけがえのない赤です。